おう。よし。よし。よし、推理しようぜ。よし、推理しようぜ。壁画の謎、そして行き止まりの迷宮。どうしたの、ピカチュウ。
はあ、そういうことか。ピカッとひらめいた。氷の壁の向こうに仕掛けがあるんだ。で、頼むぜ、ひひだるま。ひひだる。すごい。これは私は怪しいもんじゃ。この揺れは。あ。Yeah.
キム君、ここから脱出するためにちょっと知恵を貸してくれないか。はい。教授とティムが組めば脱出方法が見つかるかも。今までの経験から言ってこの扉を開ければ外に出られそうだが、この部屋に何か手がかりはないかな。ピッピの石像と足跡が描かれた壁画がありましたよね。おそらくあの壁画はこの部屋の謎を解く鍵なのでは。確かにここのタイル、壁画のマス目と一致するな。そうなると私がいた部屋の壁画も関係するのでは。しかしこの部屋には人の石像は見当たらないようだ。壁画に描かれていた人の石像の位置を覚えていますか？もちろん覚えているよ。私は2日間ずっと眺めていたからな。左端の上から2列目に人の石像が描かれていたが。あの壁画の配置をこのタイルに当てはめたらどうでしょう？そうか、この氷の塊か。どうやらお前の出番のようだな。ギョンゴヒッダシヒッダ。こんなところに隠れていたとはな。二つの石像は揃ったが、これをどうすればいいんだ。この類の仕掛けは壁画の中にヒントが隠されているはず。壁画には足跡が描かれていました。あれは石像を動かすルートを示しているはず。そういうことか。動かしてみましょう。さあ、ティム君、頼むよ。はい。どうなってるんだ。何も起こらないぞ。合っているはずなのに。こうやって2体の石像を並べてみると、このポーズには何か意味がありそうだが。教授、遺跡のテーマは人とポケモンの共生でしたよね。ああ、遺跡の装飾品や書物が物語っているよ。答えが見えてきたな、ティム。うん。
人とポケモンの共生を表すポーズ。それは互いに手と手を取り合って協力し合うということ。そうか、手をつなげればいいのか。しかし欠けた部分は見当たらない。一体どうすれば。ポケモンの技が使えない。それだよレイチェル、僕らには心強い味方がいるじゃないか。邪魔。俺も入ってるんだよな。しかし誰に手伝ってもらえばいいんだ。そうだ、コーリッポに手伝ってもらおう。コーリッポに？なるほど、その手があったか。頼むぜ、コリッポ。ありがとう、ティム君。今度私のゼミで特別講師をしてくれないか。すごい楽しみ。はい、はい、あれ、向こうから話し声が聞こえる。え、いや、でも、はい、すみません。氷ポケモンには逃げられるし、たるんでるぞ。あ、ですが、隕石回収はバッチリです。早く帰ってこい。だが、人使いが荒いんだから。なんだ。おお、探偵ピカチュウ捕まえたら表彰もんだ。おい、お前、無事に帰りたかったらそのピカチュウをよこせ。なんだって。この状況で勝てると思ってる。やだ。逃がすか。ピカチュウ、ダメだ。シャキーン、ダメだ。ダメだ。ダメ、やれ。なんとか外に出られたな。教授、無事だったんですね。クリス、心配かけたな。
れは…ミュウツー。何を持ってるんだ。様子がおかしいわ。おいおい、こっちに来るぞ。みんな早く逃げるんだ。こっち。あれはハリー。父さん。お前たち、父さんをどこへ連れて行くんだ。奴らに邪魔をさせるな。シア。どうしたんだ。なんでお前がハリーを。怖いわ、こんなところでポケモンが戦うなんて。やっぱりハワード市長の言ってた通りだ。ポケモンは管理しないと。やばい雰囲気だ。これは早く立ち去った方が。そのようですね。あの人間のことは心配するな。ティム、ピカチュウってミュウツーの知り合いなの？みたいだね。すごいのね。それより父さんの行方を追わないと。父さんを取り戻すためには何をするべきだろうか。街中で起こったこれだけの騒ぎ、警察が何も知らないわけはない。そうだ、ホリデー警部、まずは情報を得ることから始めよう。